疲れ様です。それでは第22週目のまとめやってみようかと思います。第22週目は5月27日から31日までの5日間で、基本的には円安継続ですから、月曜日に155円の半ばだったこの値動きが、31日終わった時には157円台に入ってるんではなかろうかってことですね。まあ、円安継続ということなんで、チャート的に言うとね、売一辺倒で買っていけるんじゃないかなというところです。で、その中でも金曜日は材料が多いですから、月から木までを、まあ、上昇トレンドの日々としてですね。で、金曜日はちょっとブレーキをかけて様子を見る日にするということで、前提を持って始めようかと思っております。それが22週目の見通しでお話したことです。まあ、ですんでね、もう1ヶ月の見通しってのが、土曜日とか日曜日の時点で大体つくってことなんですよ。また、そうでなければ、なかなかね、週間トレードで勝つことはできないんで、まあ、自明の理なんですけども、まあ、さらに言うと、1日のデイトレードですよね。1日のうちの取引の中で、1日の流れが見えてくると、今度はね、1週間の流れが見えてくるってことなんですよ。で、そこまで行くと、だいたい負け知らずになってきます。負け知らずになると何が起こるかっていうと、どのぐらい勝てるようになるかっていう金額をね、だいたい強めていけるんですよね。とは言っても、トレードに使う投入金額ってのは、そんなにね、デイトレードやってる時と週間トレードやってる時とあんまり変わらないんですよ。そんなに10倍になるかって言ったら便利になりませんからね。ただ、こう、トレードのスパンが5日間連続のポジションを持つにしても、大きく見通しが立ってるので、ロスカットを食らう可能性は非常に低くなります。で、ロスカットの恐れがある時っていうのは週間トレードをやらないって選択になりますんでですね、まあ、デイトレードに、まあ、注力できるってことになるかなってことです。まあ、いずれにしても、こうやって週の頭に1週間どんな流れになるかってことを大まかにね、こうやってまとめてお話したりとか、見通しでお話しすると、大体デイトレードもやりやすくなるかなっていうところが大方の意見でございますんで、今後もね、まとめとかね、1週間の見通しとか、この辺をやっていきますので、参考にされてください。さあ、それではね、1週間のこちらの値動きの予想どうなったかっていうと、これ、おおむね合ってたでしょ。155円の半ばから156円になって、で、最終的に157円になって終わったと思いますんでね、そんなに大きく変わらないってことなんですよ。もうぶっちゃけこのまとめとかね、見通しを見て週間トレードだけやっても、お金を増やすことができるよってことなんですけどね。なかなかでも、週間トレード自分でできていないのに誰かに乗っかるってのも結構怖いもんですよ。だからやっぱり自分でも週間トレードができるようになっていただきたいなと思います。はい。まあ、そんな前提をもとに月曜日から振り返ってみようかと思います。月曜日はね、157円に浮上する前の形になってるんですよ。というのが、この上昇トレンドをお見せしているように、1時間軸での上昇トレンドっていうのは、これは明らかなんですけども、移動平均線の下に値動きがいっちゃったでしょ。こういった時に、ああ、上昇トレンド終わったのかなと。上昇トレンドが終わるまでに、こういうふうなね、レンジにもなってるし、で、天井も3回叩いてるわけですね、ここ。で、もう上がっていかないよねっていうところだと思うんですよ。で、その中で天井を破らずに下に下がってるわけですから、ああ、もう上昇トレンド終わったのかなっていうふうに判断するのが、まあ、大方のテクニカルの見方なんですよ。ただし、4時間っていう支配波と1日足っていうのをね、見ると、まだ上昇トレンドを維持してるんで、これは上昇に戻っていくんじゃないかなっていうふうに考えるのが、この5月27日の私の判断なんですよね。で、それっていうのは、やっぱり週間トレードを見ている、その経験が長いと、1週間の動きをね、見て取れるわけなんですよ。そうすると、1週間が終わった時には157円に来てるかなと思ったら、一時的な下がりはあるんだけども、そこからまたね、移動平均線をぶち抜いて上に行くってことがだんだん見えてくるんですよ。その時にこの3点天井も改めて抜いて、157円の方向に入ってくるかなっていうイメージがつくんですよね。それが月曜日にお話したことです。で、火曜日は上昇中の一時的なレンジがありますよってこと。で、今見てるのがデイリーですよね。先ほど1時間軸では移動平均線の下に潜ってしまったローソク足も、1日足を見るともう全くね、衰えてないわけですよ。まあ、むしろ移動平均線の上にしっかりありますんで、じゃあ、この短いローソク足がね、たまたま1時間軸で見ると下に潜ってることもあるよねってことなんですよ。だ、これを火曜日の朝6時に、申し立ててみますんで、まあ火曜日ね、
1時間でトレードできない方は、とりあえずセルにポジションを取るんではなくて、様子を見てくださいよってことです。ね。1日じっくり時間かけたら、これ、上昇方面に1時間軸が、ロウソク足の形をね、変えていくことあるよってことをお話してましたね。はい。で、結論としては、これ、ね、今1時間軸見てますけども、下に潜ったものが、結局上の方に跳ね上がって戻ってるところですよね。だから、この移動平均線の下のところで、バイのポジションを取った方っていうのは、利益確定できてるわけですよ。まあそこまではね、ちょっと怖いよって方は様子を見ていただければ、レンジの下の方から上昇していって、今移動平均線の上にローソク足が出てきていることが確認できるよっていうのが火曜日の流れですよね。はい、そして水曜日です。水曜日はブレイクポイントを指し示しました。3点天井を叩いたのがここですよ。ここね。で、そっから移動平均線の下に潜ったんだけども、でも、レンジってものをね、作るとなると、この黄色で囲ったところです。で、その過程に、たどり着いたときに、ここでもそうですけど、上に跳ね上がってるわけでしょ？ドーンと跳ね上がる。ここでもそうですけども、ここにくっついたときに上に跳ね上がってるわけでしょ？で、三つ目の過程到達で、ここ。ここから上の方に跳ね上がってるでしょ？で、この跳ね上がった勢いが三度目の正直で、一番大きくなって、で、ここで N 字を書いて上の方に抜けていったよねってことです。で、ブレイクポイントとしてはこちらの方にヒゲ先が出てますんで、ここを超えたらバイでエントリーしてもいいんじゃないのっていうふうなことを申し上げていて、水曜日はそうなったよってことです。それがまあブレイクポイントの解説です。大きく利益を上げたい方は水曜日をご覧ください。そして、しっかりとグーンと上に上がった後で、ここでね、瞬間暴落起きたよってことです。ここはだからね、水曜日の早めに利確して、様子を見ておくってことで避けられたんですけども、私は個人的にどうなったかってことは、これね、水曜日にお話してますので、まあご覧になって楽しんでください。で、木曜日です。ずっとね、バイでポジションを取っていたわけなんですけども、今日は上昇トレンド、最後の日だよねっていうのは、最初のね、見通しの方でもお話ししてましたけども、月から木っていう上昇グループと、ちょっと様子を見る金曜グループっていうのがあるよねってことだったんですよ。で、今日はその木曜日最終日なんで、ちょっと慎重になっていかないといけないよねってことで、深夜3時、1日のスタートにそういう声掛けをしています。でね、これ午前中までに上昇トレンド終わったような予兆があったんで、ここの形を見て、あれ、上昇トレンド終わったかなと思ってるわけなんですよ。通常上昇トレンド中だから、ここに絡んでね、ベストポジションでさらに上に行くっていうような判断をしてもおかしくないんですけども、今回は、あれ？これは上昇トレンド終わって大きく下落に値動きが舵切るんじゃないかなと思った瞬間です。その判断の模様を5月30日の木曜日、こちらの方のね、相場解説の方でご覧ください。終わったかなっていうところですよね。不可解な動きがあったわけですね。で、コアプライスに戻ってきました。結局、ここまで上がったんだけども、ここに値、ね、動きがあった時がさっきです。おやと思ったんですけども、まさにそこからドカーンと落ちて、以前のこのコアプライスのところに戻ってきたわけですよね。で、それが金曜日に起きたことだったんで、金曜日、157円には結局ね、なったんですけども、随分違った形になったでしょ。ぐんぐん伸びて158円に行くのかなと思ったんですけども、158円に行くよなんて私はこのね、週ずっと言ってなかったわけですよ。ここまで来ててもですよ。で、むしろ157円台で止まるだろうなと思ったんで、ちょっとこの動きはね、すごく予想外だったんですけども、予想外だったんですけども、こっからさらに上の方に行くっていうふうな見通しを立てなかったのが、昨日の相場解説で本当に冴えていたなってところですね。はい。そんな感じでね、コアプライスに戻ってきて、最後、これはね、土曜日なんですけども、こんな形になってますよってことです。じゃあどうだったかっていうと、週の頭で155円の半ばだった値動きが、1週間終わる頃には、1円ちょっと値を上げて157円になってますよ、というのがそのまんまぴたり当たったってことですよね。おかげさまで週間トレードも大量利益ということでございました。
はい、じゃあそんなとこですかね。はい、10分ほど喋って長くなりました。では今度はね、23週目の見通しでお会いしましょう。23週目は6月1日からのスタートです。